早いね、ベッドに着くの。そりゃそっか。毎日ホテルで泊まってたら疲れるよね。あなた、お疲れ様。何って、久しぶりのあなたを堪能してるんだけど。だって私たち2ヶ月も離れたことないでしょ。すごく新鮮だったこの時間。寂しかったってこと。って言ってくれればいいのに。おかえり、あなた。よく頑張ったね。仕事だって分かってても、毎日電話してくれても寂しいものは寂しいから。だからこうしてちゃんと私のところに戻ってきてくれるってすごく幸せだね。遠距離恋愛なんて向いてないかも。すぐに会いに行っちゃうから。今回は我慢した。お仕事だしね。寂しかった？私に会えなくて。ちゃんと言葉にしてくれないとわからないでしょ。よくできました。明日も仕事か。2ヶ月働き詰めだったのに。ほんと厳しいね、世の中って。明日は休みだったらよかったのに。そしたら、あなたとずっとこうしてられるでしょう。ん？お土産？ちゃんと分けといたよ。どうせ明日の朝分けようかなって思ってたんでしょ？お見通し。ギリギリに起きるんだから。どうせ。なんでだと思う？正解正解。私が話さないから。ギリギリまでこうしてる。私は足りなかった分の君を補充してるから。あなたも？いいよ、このままぎゅーってして寝よ。会いたかった。
ずっと待ってたから。何？何心配してるの？何にもなかったよ。平穏に暮らしてました。お母さんたちが来てね、たくさん食料もらっちゃった。そう、おばあちゃんが農業やってるでしょ。いろんな野菜が取れたんだって。どうせこの2ヶ月間まともに食べてないでしょ。だから栄養たっぷりのご飯作ってあげるね。知ってるよ。あなたすぐ手抜くから。簡単にカップラーメンでもいっかとか、コンビニでいっかとか思ってそうだし。図星だから、しばらくは栄養満点、野菜たっぷりの料理をお届けしますね。ほら、眉間にシワを寄せない。ピーマンもたくさんもらったんだよ。明日はピーマンの肉詰めかな。早く克服しないと。そんなんじゃバカにされちゃうよ。実は君が子供じたってことみんなが知ったら驚くだろう。何？何が欲しいの？そんなんで済む？夜はまだまだこれからだよ。冗談。今日は早く寝よう。明日も仕事。